You can see on the map that, for instance, this area uh, inside that 20 kilometer zone is higher con uh, lower contaminated than other areas outside the 20 kilometer zone. So this administrative 20 kilometer border doesn't reflect radiation levels.. チーキのホーガー、ニジュキロケンガイ、ヨリモ、ホーシャセンのレベルがヒクイト、ヨコトガリマス。ですので、ニジュキロケンナイト、ヨコトデ、ホーシャセンのリョーガー、チガテキテルワケデアナイト、ヨコトガイマス。そ、radiation levels around the house have significantly been lowered, and we measure around 0.2 microSiever per hour, so, so decontamination has been effective. この家の周囲の線量というのは0.2 μSv per hour で女性の効果がかなりあったということが言えます。もしこの小さい場所、radiation levels increase very fast, only 300 meters further. Radiation levels are at 1.4 μSv per hour at 1 meter and even 4 μSv per hour at 10 centimeters. しかしながらこちらの細い道を下っていくとほんの3 0 0ルしかその家から離れていないにもかかわらず線量は1.4マイクロシーベルトパーアワーと非常に上がりますこれは地上1メートルの数字ですが地上から1 0ンチのところでは4マイクロシーベルトパーアワーという数字になりました。ということでまとめになりますがこのような 道路主要道路というのはすでに除染が済んでいますけれども、このような道路や家屋だけを除染しても、その効果はどうかということが言えると思います。除染には膨大な労力と、そして除染から膨大な廃棄物が生み出されますけれども、あくまで除染されるのは個別の家屋でしかなく、きれいなところがこう島上にあるだけ、除染されたところが島の状態で残っているだけということになります。また 主要道路については除染されましたので、除染されたところだけは、ある程度レベルの低い、線量の低い回路のような状態になりますが、そのような除染が済んだ回路であって,あっても40、40%の測定地域において、0.23マイクロシーベルトよりも、パーアワーよりも高い線量が検出されました。私はあの去年環境副大臣をやって おりました関係で除染の現場にも何回か行きまして。 私個人の考えとしては、まあ、除染をしても、まあ、道路をやったとしても20メーター幅で除染をするとその奥は除染を一切していないということですから、まあ、落ち葉がこう流れてくれば、まあ、当然、その汚染がもう1回除染されても汚染されてしまうというので私はその当時、まあ、環境省の役人に、まあ、1箇所にもし住みたいのであれば1箇所を徹底的に除染をしてそこへ住むべきであって。 個別の家にこう戻すというのはお隣の家は戻らないから除染しないこっちは戻るから除染するといってもあまり意味がないんじゃないかというようなことを申し上げたことがあるんですがまあ何もあの住民の意思というのが非常に大事でございますので住民が自分の家から離れて一箇所に住まされるのが嫌だというとそれ以上我々はなかなかできないということで非常に矛盾を感じた経験がございまして今日あのその後の調査結果というのを見てですね えー、除染を完璧にやるというのはもうこれお金が無限にかかることであって、えー、ほとんどまあ不可能に近いというふうに私も思っておりましたが、えーまあ、これ、本当に難しい問題でございましてあの住みたいという方と住みたくないという方とそれからあの汚染されている地域と汚染されていない地域がこうまだら模様に入っちゃってるんで全員が満足という答えはありようがないんで。まあ まあ一番いい回答というのはきっとないとは思うんですけど、まあ、とにかく非常に難しいなと、まあ、私の感じとしては少なくともあの安全な地域に1か所にまとまって住むという方向に住民の意思決定が合意がなされれば、多分それが一番いいんだというふうに思いますが、今の段階ではそれは不可能ですので、まあ、残念ながらの経過を我々は見ていくしかないなというふうに思っております。今、まあ、今日聞いたことはあのえ今度の 理事国会で私、また環境委員会とそれから原子力委員会の委員でございますので、まあ、このことを受けてあの質問をしてみたいというふうふに思いますので、まあ、大変参考になりましたありがとうございました。